サイモンドキサイモンドキは、素焼きの土器の一種で、酸化鉄により赤色や黒色、白色などで、単純な模様や、動物の姿などを描いた瓦家である。原始農耕文化の誕生により発達を見せた、彩色土器とも呼ぶ。メソポタミアや古代エジプト、近代以前のインドなど、世界各地の新石器文化で、サイモンドキが使用されており、中国でも使用されている。そして、 中国で作られた西門土を特に斎藤と呼び行商文化の指標とされる。斎藤は赤みがかった態度の表面に黒や赤などの顔料で文様を描いた瓦家であり行商遺跡や販売遺跡などで出土している。なお、斎門土はメソポタミアが起源だとする説が有力であったが中国が起源だとする説もある。中国では 甲賀流域や西北部の甘宿地方を中心に各地でモ門土器が出土する。最初期の土器には筆描きによる装飾は未だ見られず、モ門土器が現れるのは新石器時代中期以降である。モ門土器を伴う文化としては、甲賀中、上流域では行商文化、甘宿地方では馬屋用文化、甲賀下流域では大門口文化がある。行商文化は、 半端遺跡を標識遺跡とする、半端類型と病定抗遺跡を標識遺跡とする病定抗類型に分かれる。半端遺跡は、モ門土器で知られるが、出土した土器の大半は荒島で、モ門土器は全体の5%ほどであった。寒粛地方の馬屋洋文化は、馬屋洋類型、半山類型、馬小類型に分けられ、モ門土器の出土を特色とする。 高賀下流域の大門港文化は、山東小太安市の大門港遺跡を標識遺跡とし、初期には紅れ塔が中心だが、再門器もある。ありがとうございます。